もう、ああ、もう可愛くて仕方ないやつですね。もう大好きですね。愛してます。こんにちは、岡本真理です。クリエイターをしています。わかりやすいのだと、美容系のお仕事の動画制作でしたり、あとはアニメとか映画の制作だったり、メンタルケアの講演会だったりをもうクリエイティブに自分で制作して活動しています。もともとは中学3年生の時にある方の本を読んで、その方が自分がいいと思った才能の人物を芸能プロダクションを作って売り出す姿を見た時に、私も同じように自分が素敵だなと思った人とかものとかを売り込める存在になりたいなと思って、そんな時にあなたの夢を応援しますっていうオーディションに応募してデビューすることになりました。一番のきっかけはそのアイドルとして16歳でデビューした時にオーディションを受ける時も、周りの女の子がすごい可愛くて垢抜けてスタイルのいい子ばっかだったんで、ビジュアルじゃ絶対勝てないってもう気づいて、その時になんかプラスアルファがあれば勝てるだろうなと思って、その時に喋り方が似ているタレントさんとか顔が似ているタレントさん、よく言われている方がいたので、オーディション用にモノマネを準備したのがきっかけで、やっぱ客観視できてたんだと思います。もともとその人をプロデュースしたいとか思って業界に入っていたので、この素材をどうやって活かせばうまくいくのかなっていうのは見るのがすごい好きだったんですよ。人間観察じゃないんですけど、私とりあえず25ぐらいにはもう結婚して次のステージに行きたいなと思っていたので、それまではまず名前を売ることが大切だなと思って、名前さえ売っちゃえば25以降自分の好きな仕事ができると思って、そのために25まではモノマネタレントとしての活動やバラエティの活動を頑張っていました。精神科病棟に28の時に3ヶ月入院した時のことですね。精神的に病んでしまって2年ぐらい体調不良でしたし、離婚もしましたし、あとモノマネタレントとしての仕事も辞めたので、本当に今まで築き上げたものとか気づいていきたいと思ってたものを失った時期だったので、すごく辛かったです。あと入院生活では3ヶ月のうちの2ヶ月間は息子とも会えなかったので、それもすっごい辛かったです。例えば仕事の部分でもこういう仕事をしたいとか、家庭の部分でもこういう家庭を描きたいとか期待とかしていた部分が本当になくなってしまったので、分かりやすく、なので生きる目標じゃないんですけど意味がなくなってしまったところがすごく辛かったんですけれど、でも全部を失ったからこそ気づいたこともあって、入院生活で息子と会えない時間が増えていくにつれて、もう自分は何も言われてもいいから、もう息子を今本当に育てたいなと思ったことで生きるのがすごく楽になれました。何のために生きるかって言ったら、みんな自分の人生のためなわけであるので、私は自分の人生を楽しく生きるためには、全ての人に気に入られなくていいから、それでも多分私がメンタルを崩したことによって共感を得る人もたくさんいるなと思った時に、もうそこに向けてだけ生きようと思ってから振り切ることができました。私を支えてくれたのは子供の存在です。そうですね、私の場合は本当に息子の存在が支えになりましたね。やっぱりシンプルに、なんで今自分が生きているかとか自分が働いているかっていうと、息子の人生を豊かにしたい、息子を育てたいからっていうのであって、今までは自分が名前をもっと知っていただいて自分が好きな仕事をしたいっていうことをテーマに生きていたのが、今は息子のために仕事頑張らなくちゃとか、息子の笑顔を見るのが生きがいだったりするので、理由が変わりましたね。働くとか生きる理由が。
やっぱそれは母になって大きく変わったところで、やっぱり入院中に息子と会えない時間でよりそれが強まって、もう私が育てるじゃないんですけど、より強くなった部分があります。前までだったパートナーに頼ればいいところもあったんですけども、それがなくなったので、もう自分が育てるしかないと思って、そこからより、頑張れるというか活力が湧きました。でも本当に息子にはまずちゃんと自分自身が、あなたがもう本当に愛されて、愛されてるんだよっていうことは伝えてあげたいです。ちゃんと命がこんなに、あなたの命がこんなに愛されてるんだよっていうのは一番に伝えてあげたいですし、それに気づけることによっていろんな人にも愛を与えられる人にはなってほしいです。やっぱ愛って優しさでもあって強さでもあるので、そういうのを与えられる人になってほしいね。でも本当に単純に毎日息子に愛してるよって、おはよう、愛今日も愛してるよって言って、今日も愛してるからねって寝かしつけのが本当に日常的で、学校今でも行くときに頑張ってきてね、愛してるよっていう風に自然に言いますね。だから息子も小学校上がった時に、保育園の友達が一人もいない小学校で行ったので、結構休み時間とか最初の方大変だったらしいんですけど、自由帳見たら愛してるよって書いてあって、なんでこれ誰が愛してるよって書いてたのって聞いたら、息子がいつもママが僕に愛してるよって言ってくれてるのを真似して書いたって言ってたので、多分息子も寂しい時に私の愛を思い出してくれてるんだろうなと思いました。もう、可愛くて仕方ないですね。もう大好きですね。愛してます。今一番は絵本の発売が決定しているので、その入院中に制作を決めた。なので絵本をしっかり作って、その絵本を持って講演会だったり、子どもたちだったりに向けて仕事できたらいいなと思ってやります。私が映画とかアニメを作った理由は、誰かの生きるが楽になってほしいというので、映画では生きる道は一つじゃないということを伝える作品を作って、アニメの方は愛は捧げるだけのものっていう無償の愛について作品を作ったんですけれど、やっぱり私が生きにくさを感じている人に向けて発信をしているので、そういう人たちに向けて生きることが楽になる発信ができたらいいなとは常に思っています。多分自分が息子に届けたいっていう気持ちが、他のお母さんお父さんの自分の子供に届けたいっていう気持ちと重なると思うので、そういう部分でお父さんお母さん大人に共感してもらうことで、子供に愛を与えるきっかけになったりとか、そういうのになれればいいなと思っています。お金を使うってなったら、使うことは本当にまず息子との旅行だったり、そういうことと、あとはもう息子の稽古、息子がやりたいって言った稽古に出してあげるっていうことと、あとは運用ですね。学資とか積み立てとか、いろいろ外資もあるし日本のもあるしっていう分けて、一つに頼ると私は良くないと思って、一つのものが潰れてしまったら動かなくなっちゃうので、だからいろいろちょこちょこいろんなのに運用はしています。単純にシングルマザーになって自分で稼いだお金だけで生活しなくちゃいけないってなった時に、やっぱり私が働けなくなったり仕事がなくなったら息子が生活できなくなっちゃうので、息子が困らないようにしたいなと思って、はい、してますね。一番達成感を得たことは、本当に離婚した時に私は絶対大きな保険、生命保険一括で入るって決めて蓄えてたんですけど、その保険に入れた時、よし、一つ区切りがついたって楽になれて達成感はありました。やっぱり自分がいつまで生きれるかってわからないですし、自分にいつまで仕事があるかわからないので、貯めていける間にお金を貯めて、その額で保険に入ることによって保証がつくので、ちょっとホッとできる部分がありますよね。
未来って何が起こるかわからないものなので、考えるだけ、ワクワクすることは考えてて無駄じゃないと思うんですけど、不安なことって考えてて無駄だなと思うんですよ、未来に対して。ある程度その前もって大きい保険に入っていたり積み立てがあると、ちょっと心に余裕ができるので、自分がすごい疲れた時にちょっと休もうって休めるんですよ。でも何も知ってないと常に働かないといけない、だから自分自身に優しくできないので、そういうものをしといてよかったなって最近思います。私は余裕があることが豊かさにつながるんじゃないかなと思います。やっぱり豊かっていうか、人に優しくできる人だったり、生活に柔軟に対応できる人ってどこか余裕がある人だと思うんですね。なので常にたくさん働きながらも、育児しながらも、どこか余裕は持ちたいなと思っています。人に対しての余裕だったりとか、自分に対しての余裕とか、 ちゃんと余裕がある人ってすごく優しくしてくれますし、怒ることもないですし、なんかそういうのを見て私も余裕のある人になりたいなと思いました。もちろん金銭的な部分もそうなんですけど、人間として心に余裕がある人が魅力的だなと思うので、自分がコツコツ気にしないことばかになることだと思います。考えすぎないことだと思います。みんな考えすぎたり頑張りすぎて余裕ってなくなっているので、余裕を持ちたいと思うなら、そんな答えのないことは考えなかったり、ちゃんとそういう部分で余裕を作ってあげることで、自分を愛することだと思います。自分自身を好きでいてあげた方が絶対に仕事もプライベートも楽しくなるので、自分自身のことを許して認めてあげること、自分自身のことを本当にみんな頑張ってるので、もっと自分自身が褒めることが大事なんじゃないかなと思います。講座以上です。お疲れ様です。はい、ありがとうございました。はい、絵本よろしくお願いします。働く世代に豊かさを。